今日はサクサクのクリスマスクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクのクリスマスクッキーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスのおやつにぴったりなクッキーを作っていきたいと思います。クッキーもね、いろんな作り方があると思うんですが、今回はベーシックで簡単な型抜きクッキーにしたいと思います。材料もシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずクッキー生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、無塩バター、粉糖、ココアパウダー、卵です。今回はこちらの材料を使っていきます。このバターと卵に関しましては、常温に戻したものを使用するようにしてください。今回はね、プレーンのクッキーとココアクッキー、この2種類作っていきますが、材料は全部これだけで OK です。そしてですね、今回はですね、チョコレートペンでデコレーションしていきたいと思います。これはですね、100円ショップのダイソーさんに売ってたものです。で、今ね、結構いろんな色が出てるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あとはね、こちらアラザンですね、まあ、これも使えたらなという感じです。こんな感じで準備しました。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、卵の計量からしていきます。今回は卵 30g 使います。では卵割ります。で、今ね 54g です。なので一度ね、この状態で混ぜます。はい、このように混ざったら、ここに 30g 入れていきます。今こちらが 30g です。今ね、 30g 測ってちょうど 30ml ぐらいなので、もしね、こういう測りがない方は大さじ2杯を目安に入れるようにしてください。そしてね、薄力粉なんですけれども、プレーンの方には薄力粉 110g、 ココアの方には薄力粉 100g、 そしてココアパウダーを 10g 使っていきます。なのでココア生地のね、粉類だけ一度混ぜておきましょう。まず 100g ですね、入れます。あとはここにココアパウダーを加えて、全部で 110g にしましょう。で、あとはこの2つの粉類を混ぜましょう。ココアの粉類はこれで OK です。それでは早速作っていきます。まずですね、こちら常温に戻したバターです。これをゴムベラを使って練り混ぜていきます。今ね、まだちょっとだけ硬いんですけど、ちょっとね、頑張って練り混ぜていきたいと思います。もうちょっとね、気持ち柔らかくしていただくと練りやすいと思います。で、どうしてもバターが硬くて全然練れないっていう時は、600ワットの電子レンジで10秒加熱してみてください。それ以上一度に加熱してしまうとバターが溶け出してしまいますので、10秒加熱してそれでも硬いなっていう時は、ちょっと置いてからまた10秒加熱してみてください。はい、こんな感じでちょっとね、マヨネーズっぽい感じの柔らかさになれば OK です。だんだんね、こんな感じでツヤも出てきます。このぐらいになるまで練ってください。それではここに粉糖を全部入れます。そして混ぜましょう。この時もゴムベラで OK です。で、ちょっとね、粉が飛び散らないように優しく静かに混ぜるようにしてください。はい、このように粉っぽさがなくなってしっかり混ぜれば OK です。ではここにですね、先ほど分けた卵をね、少しずつ3回ぐらいに分けて加えていきます。これをね、一度に入れてしまうとバターと卵の水分が分離してしまいますので、必ず少しずつ加えて混ぜるようにしてください。では入れます。で、このぐらい入れたらゴムベラでまた練り混ぜていきます。で、このように綺麗に混ざるまでしっかりと混ぜてください。で、またね、3分の1加えます。そして混ぜましょう。くるーっと回転させて押し込むみたいな感じで混ぜていきましょう。はい、またこのように綺麗に混ざったら、最後卵を加えます。そしてまた同じように混ぜてください。今回は表面がつるんとしたクッキーにしていくので、粉糖を使ってます。ここで白砂糖やグラニュー糖を使ってしまうと、表面がね、ザラついてしまったりとか、あとはなかなかね、お砂糖が溶けなかったりするので、必ず粉糖を使うようにしてください。はい、このように綺麗に滑らかになれば OK です。ここまで来たら、このバターをですね、ココア用とプレーン用に分けていきます。今この状態でトータル 210g あります。なので 105g ずつボウルに分けたいと思います。はい、このように
ようにボウルに2つに分けました。最初プレーン生地から作っていくので、ココア生地の方にはラップをして常温のまま置いておきましょう。それでは初めにプレーン生地から作っていきます。ではこの中に 110g の薄力粉をふるっていきます。そうしましたらゴムベラで切るように混ぜていきましょう。ここで練ってしまいますと小麦粉の成分グルテンが出てしまって、とても硬いクッキーになってしまいます。なので必ずこうやって切って混ぜるようにしてください。そうするとね、だんだんそぼろ状になってきます。はい、今ねこのようにそぼろっぽい感じの生地になってます。このぐらいポロポロっとしてきたら、今度はですねゴムベラで生地を押し付けてまとめていきます。キュッと押し付けると生地がねだんだんまとまってきます。この時も同じように揉み込まないようにだけ注意してください。はい、このようにひとまとまりになれば OK です。生地を取り出していただいて、この後ね扱いやすいようにざっとで大丈夫なんですが生地を四角くまとめます。そしたらラップで包みましょう。今ねまだ生地が混ざったばっかりで全体が馴染んでいないので、30分冷蔵庫で冷やすようにしてください。では冷やしていきたいと思います。それでは続いてココア生地を作っていきます。こちらの分けたバターに混ぜておいた粉類をふるって加えます。でそしたらこちらもゴムベラで切るように混ぜていきましょう。こちらもこんな感じでねそぼろ状になりました。そしたら同じように生地を押し付けてまとめていきます。で押し付けてくるとだんだんねココアの色が出てきます。はい、生地がひとまとまりになりました。最後押し付けて混ぜると色が濃くなってきます。それではこちらもラップの上に置いてちょっと四角くします。そしてラップで包みましょう。はい、こんな感じです。それではこちらのココアの生地も冷蔵庫で30分休ませます。はい、プレーン生地が30分経ちました。で今ね硬い状態なので綿棒を使ってちょっと柔らかくします。はじめはこのように綿棒でこう押し付けるように生地を伸ばします。でそうするとねだんだん扱いやすい硬さになってきます。ざっくり伸ばしたら、伸ばすときはですねラップをね敷いていただいてもいいんですけれども、こういったジップ袋やまたはポリ袋を使っていただくとシワができにくくなります。なので今回私はジップ袋に入れて、できちんとシワがないようにして、伸ばすときは今回こちらルーラーといって厚さ 5mm の透明の板ですね、これを両端に置いて均一な厚さにしていきます。でもしねこういったものがない場合はノートとかねそういったものを両端に置いて転がしていただくと厚さが均一になると思います。ではねこんな感じで置いていただいて転がします。縦横でね転がしていきましょう。はい、こんな感じで綺麗に伸ばしました。で最後ね仕上げで綿棒をスーッと滑らせると表面がね平らになります。今ねちょっと生地をいじったので生地が少し柔らかい状態になってます。なので今度はこちらを冷蔵庫で1時間しっかり冷やします。で冷やすときはこういったね平らなまな板の上などに乗せて冷やすようにしてください。それではこのまま冷やします。続いてココア生地です。こちらもラップを取ります。これをまた綿棒で押してちょっと広げます。はい、このような状態です。それではこちらもこのジップ袋の中に入れます。でルーラーを置いていただいて綿棒で 5mm の厚さに伸ばしていきます。でこのルーラーはね富澤商店さんで購入しました。はい、このように伸ばしました。それでは最後縦にしてピーッと伸ばします。この時このルーラーと袋がずれないようにルーラーとビニール袋を押さえながら伸ばします。そうするとやりやすいと思います。はい、ココア生地もこれで OK です。こちらも同様にまな板に乗せてこのまま1時間しっかりと冷やします。はい、今1時間冷やしました。こんな感じに綺麗に仕上がってますね。そしたら裏表見ていただいて綺麗な面を上にしてください。上の袋をピーッとまず最初に剥がします。この時生地を崩さないように注意してください。で半分ぐらいまで剥がしたら切れ込みを入れます。とクッキーの生地が来るところまで切れ込みを入れてください。あとはこのようにペロペロペローっと袋を剥がしていきます。
今このような状態です。それではこちら分量外ですが、強力粉または薄力粉を用意してください。強力粉の方がね粒子が大きいので、できれば強力粉を使ってください。今回はこちらのクリスマスのスタンプクッキーと、あとは星型のクッキーを作っていきたいと思います。まあ、これはお好みのものを使用してください。型をきれいに洗っていただいて、水分をしっかりと拭き取ってから、この内粉をねつけます。そうするとね型にクッキーがつかなくなります。こんな感じ、薄くで OK です。くり抜いていきます。はい、このように置いて、まず上から押します。最初にねこの周りの型を抜いて、で次にこちらスタンプですね、これも内粉をつけます。できちんと払っていただいて、この上に置いて、こういったねお皿とかコースターとか何でもいいです。これを上に置いて押します。そして外します。こんな感じで文字がスタンプされました。そしたらこれを外します。はい、こんな感じです。出来上がったものに関してはこのようにオーブンシートまたはクッキングシートの上に載せておきましょう。続いてこちらサンタですね。内粉をまぶして、ではまずこの枠の部分ですね、そしてサンタの顔をスタンプします。でこういったもので押しましょう。でスタンプを取ります。よいしょ、いい感じですね。サンタさんはこんな感じです。かわいいですね。ではこちらも置きます。こんな感じです。続いてジンジャークッキーですね。内粉をまぶして、まず外枠を型抜きします。でこれをスタンプします。取ります。いい感じですね。で枠を取って、で優しく取り外します。こんな感じ、かわいい。あとはこちら星型もくり抜きます。内粉をまぶして型抜きします。はい、こんな感じです。では今回はねこの4つの形にしていきます。残りも同じように型抜きしていきましょう。このようにねしっかり生地を冷やしていただくと、綺麗に型抜きすることができます。はい、このようにくり抜き終わりました。くり抜いた後のこちらの生地なんですけれども、これもう一度形成してまたくり抜いていただいても大丈夫なんですけれども、2回目からはねちょっとねクッキーがね固くなってきてしまいますので、できるだけねこの余白の部分が残らないように型取っていただくのが一番いいかなと思います。で余った分に関しましては、クッキーがねより固くならないように練らずに押しつぶしながら生地を合わせましょう。でこのようにまとめたら、また手でこうやって押しつぶして、でまた重ねて押しつぶして、でまたちぎって重ねて押しつぶして、であとは生地をまとめてこの袋でサンドして、で5ミリの厚さに伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばします。でペロペロペロっとめくって、また同じように型抜きしてください。でこの時ね生地がね柔らかくなってしまってるっていう時は、一度冷蔵庫で冷やして生地が硬くなるまで待ってから型抜きするようにしてください。それではこちらを170度に予熱したオーブンで10分から12分焼いていきます。そしてココアクッキーも同じように型取って、同じく170度に予熱したオーブンで10分から12分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように少しね焼き色がついたぐらいで OK です。それではこのまま一旦粗熱を取ります。はい、ココア味も焼けました。こんな感じに仕上がってます。それではこちらも粗熱を取ります。それでは今からデコレーションをしていきます。ボウルとか、あとマグカップに50度前後のお湯を張ってください。ここにチョコレート入れていきます。まあ、今回ね結構大量にあるのでボウルでやってますが、1本2本の時はねマグカップに立てかけて入れていただくといいかなと思います。こんな感じです。ではまずこちらのプレーンクッキーからデコレーションしていきます。まずツリーですね。ツリーはね緑で縁を描きたいと思います。であとはここのね穴のところにアラザンをトッピングしようかなと思うので、ちょっと接着用にちょんちょんちょんと垂らします。こちらピンクとシルバーのアラザンを乗せたいと思います。で乗せるときはピンセットがあるとやりやすいと思います。はい、クリスマスツリーはこんな感じにデコレーションしてみました。はい、では続いてジンジャーですね。白色のチョコペンを使っていきます。あとは緑も使います。でリボンは赤を使います。ジンジャークッキーはこんな感じです。はい、続いてサンタさんですね。口を白にします。であとは帽子を赤ですね。
はい、おひげまで白くしました。で最後目ですね。目はちょっとちっちゃいので爪楊枝にチョコレートを取って目をつけます。はい、そしてお口もちょっとちっちゃいので爪楊枝でやります。サンタさんはこんな感じです。はい、そして最後星ですね。で星は全部ねチョコレートで埋めたいと思います。星はこんな感じです。それでは残りとあとはココアクッキーも同じようにデコレーションしていきます。はい、これでクリスマスクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにデコレーションも楽しんでいただけたらと思います。クッキーもサクサクに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ジンジャークッキーいただきます。いただきます。すっごくサクサクです。甘さもちょうどいいですね。では続いてココアクッキーの方はサンタさんいただきます。こっちもねすごくサクサクです、クリスマスのおやつにもぴったりなんですけどプレゼントとかにもいいかなと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクリスマスクッキーのポイントです。まず材料の卵とバターに関してなんですけれども必ず常温に戻してから使うようにしてください。卵に関しましては今回 30g 使用してます。なので一度卵を全部溶きほぐしていただいてから 30ml 計量して使うようにしてください。計量器がない方は大さじ2杯を目安にしていただけたらと思います。バターと粉糖をしっかり混ぜた後なんですけれども卵液は少しずつ混ぜるようにしてください。この時にいっぺんに混ぜてしまうと分離してしまう時があります。30ml だったら大体3回ぐらいに分けていただくとちょうどいいかなと思います。その後生地を2つに分けていただいてそれぞれ粉類を混ぜて混ぜたら一度30分冷蔵庫で休ませるようにしてください。そうすることで生地が馴染んできます。冷やし終わったら大体 5mm ぐらいの厚さに伸ばすようにしてください。今回私はルーラーって言って厚さ 5mm の透明な板を使ったんですけれどももしこういったものがない場合はノートをね両端に置いていただくとちょうどいい高さになるかなと思います。伸ばす時に関してなんですけれどもラップで挟んでいただくとちょっとねシワができやすいのでポリ袋かまたは今回私が使ったみたいなジップ袋を使っていただくとシワができずとても綺麗に伸ばすことができます。かたどるときはできるだけ余白ができないようにかたどるようにしてください。くり抜き終わった後の生地も使えるんですけれどもちょっとね1回目の生地よりは若干硬くなってしまいますので1回目でできるだけたくさんくり抜いていただくといいかなと思います。そして最後はチョコペンでデコレーションしました。こちらもお好みで楽しみながらデコレーションしていただけたらと思います。材料はシンプルで作り方はすごく簡単です。ぜひクリスマスのおやつ、そしてプレゼントに作ってみてください。はい、ということで今日はクリスマスクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。